どうも皆さん、おはようございます。こちたび、こちぴーでございます。現在ですね、 JR 岐阜駅前に来ております。今回はとある旅に出かけるべく JR 東海の路線を乗りまくります。その旅とは、 JR 東海エリアに点在する漢数字のつく駅名を1から10までたどる旅です。果たしてどんな旅になるのか、まずはこの旅のルールをご紹介します。それでは改めて今回の旅のルールを説明します。 1.JR 東海管内に存在する漢数字のつく駅名を1から10まで順番に1駅ずつ巡っていく。 2.尾張、三河、伊勢など旧国名の部分は駅名が入っていたとしても対象外となります。ただし旧国名以外の部分で数字が入っている場合は対象となります。 3.大長編となるこの動画、最後まで見るとちょっとしたおまけがついてきます。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ということで、まず最初は1のつく駅へ向かいます。乗車したのは8時13分に岐阜駅を発車する通浜松行きです。冷鉄の線路の上を通って列車は1路東へと歩みを進めていきます。列車はあっという間に木曽川を渡り、岐阜県から愛知県へと入っていきます。川の左側にはツインアーチ138という展望タワーがそびえ立っています。木曽川駅を出ると名鉄と並走していきます。運が良ければ名鉄とのスピード競争も見られますよ。そして列車は岐阜駅から2つ目の駅に到着。どうやらこちぴー、この駅で下車するようですよ。ということで、降り立ったのは愛知県一宮市の中心駅、尾張一宮駅、一のつく駅制覇です。 JR の尾張一宮駅と名鉄の一宮駅が併設していて、一宮市の中心地となっている駅です。一宮市の駅ビル、アイビルでは市のキャラクター一民がお出迎えしてくれました。同じ駅ビルの中に2つの改札口があり、JR は東側、名鉄は西側に位置しています。JR と名鉄、相互の乗り換えをする利用者もおり、名古屋、岐阜方面から岐西エリアの乗り継ぎ客もいるようです。名鉄側にはニュープラット、JR 側にはアスティと、それぞれ自慢の商業施設も展開されています。ではそろそろ JR に戻って、数値駅巡りの旅を再開しましょう。ホームに戻ってきたタイミングで、金沢からやってきた特急しらさぎ号に出会いました。 JR 西日本の681系電車といえば、この VVVS 制御の甲高いモーター音ですよね。早朝に金沢を出発して名古屋まであと少し。名古屋まで安全運転で頑張ってね。そして白崎号の後にやってきた新快速列車で次の目的地を目指していきます。次に目指すのは2のつく駅名です。果たしてどこまで向かうのでしょうか。尾張一宮駅を8時46分発新快速豊橋行きで次の目的地を目指していきます。 JR 東海ご自慢の313系で快適にぶっ飛ばしていきます。
尾張一宮駅を出てノンストップで名古屋駅ですが、ここでは下車せずさらに先を進んでいきます。尾張一宮駅から乗り通すこと約1時間10分ほど、新快速の終点豊橋駅までやってきました。もちろんこの駅に関数字はついていないので別の列車に乗り換えて目的地を目指していきます。豊橋駅から浜松駅に乗り換えて東海道線をさらに東へと進んでいきます。次の目的地は豊橋駅の隣、愛知県の最東端二川駅です。ということで、尾張一宮駅から2本の列車を乗り継いでやってきたのは愛知県豊橋市にある二川駅です。これで2つ目の場所も制覇です。二川駅の駅舎には動物のイラストが描かれているところが点在しています。その近くで何やら鳥の鳴き声がしているようですが、ちょっと横を見てみると駅の看板の上でツバメちゃんがおやつまみを待っているのか泣いておりました。かわいい。駅のほど近くにはノンホイパークと呼ばれる動植物園施設があり、多くの観光客が訪れます。そんな動物の街をアピールすべく、周辺には様々な動物のモニュメントも点在しています。ほら、こんなところにも。そしてこちらにも。また二川駅の周辺には旧東海道の宿場町二川宿があり、歴史ある建物も点在しています。歴史に興味がある方、時間があればぜひ訪れてみてくださいね。それでは二川駅から次の目的地へと向かいましょう。次は三のつく駅名です。ロジピー、まずは一度豊橋行きの列車で来た道を引き返すようですよ。引退が近づいてきている311系の列車です。今年のダイヤ改正で豊橋伊東の定期運輸は消滅したんだとか。乗車したのは二川を10時30分発の豊橋行き。これでお隣の豊橋駅へと戻っていきます。一番線に到着、出口は
豊橋駅到着の際、切原市オープランドの駅放送が車内からも聞こえてきますね。この列車の切り離し作業を行うようなので、列車を降りたらちょっと覗いてみましょうか。乗ってきた列車は8両編成のうちの後ろできた4両が折り返し、浜松へと戻っていくようです。お客さんの多い時間帯を過ぎ、両数を減らしていくため、切り離す作業を豊橋駅で行うわけですね。いつ見ても連結や切り離す作業は見てて飽きなくていい光景ですよね。さて、切り離す作業も終わったので、目的地に向かうため乗り換えしたいと思います。豊橋駅に乗り換えるのは10時50分発の新快速、これの列車で西に戻っていきます。豊橋駅を出発してしばらくすると、車窓左手には三河湾の雄大な景色が望めます。実はこの列車、普通の快速列車が停車したい三河宮駅にも停車していきます。もう皆さんお分かりですよね。ということで、この駅にて下車をしていきます。ということで、関数字のつく駅名3つ目は愛知県蒲郡市の三河宮駅です。三河の3はアウトですが、宮の3は OK なのでカウントされます。三河宮駅がある蒲郡市は温泉地でも有名、ここはそのうちの宮温泉の最寄り駅でもあります。またこの駅では毎時2本の普通列車のほか、毎時1本ほど快速列車も特別に停車していきます。駅の構造は相対式2面2線のホームで、間にある中線は貨物列車の対比として使用されています。ちょうど上りの快速列車が三河宮駅を豪快に通過していくところですね。ということで、3つ目の関数字の駅を制覇したので、次の目的地へと歩みを進めていきましょう。20分後にやってきた普通列車で先着する岡崎駅まで移動していこうと思います。ということで、乗車するのは11時10分発の普通列車ギグ駅です。本日3度目の311系の普通列車です。これまでも旅行や動画撮影などで何度も乗ってきた311系電車、引退までにあと何回乗ることができるんでしょうかね。ちなみに311系にまつわるこんな動画も上げております。よかったらチャンネル登録してご視聴ください。そして列車は岡崎駅に到着しました。ここで先発となる新快速へと乗り換えていきます。乗り込むのは11時42分発の新快速大垣駅です。この列車で名古屋へと目指していきます。新快速は多くのお客さんを乗せて名古屋へ向けてひた走ります。金山駅からは中央線を走る211系の長い沿線と並走していきます。中央線も今年のダイヤ改正から8両編成に固定化、そして315系の登場でガラリと雰囲気が変わりましたね。
平成時代の象徴でもあった F1K5000万台を愛車が閉まって引退も迫っています。ご乗車ありがとうございました。まもなくです。名古屋です。そして岡崎駅から約40分、三河宮駅からは約50分ほどであっという間に名古屋駅到着です。次の目的地へ向かうため、ここで下車して乗り換えを行っていきます。名古屋駅で乗り換え待ちの間に改札を出て、自動券売機でこの後の準備をしていきます。購入したのはこの後に乗る列車の指定券とその先で使う特急券、一体何に乗るんでしょうか。名古屋駅で乗り換えるのは関西本線、そのエースとも言うべき列車、快速三重号です。快速三重号は名古屋と伊勢方面を結ぶコジビー大好きなキハ75系仕様の快速列車です。快速三重号にはバイオリシャルの一部指定席の設定があって、快適に座席に座ることができます。ということで12時37分発快速三重9号で一気に四日市へと目指していきます。ハイパワーなエンジンによる高らかな音を響かせて名古屋駅を帝国に発車、四日市駅を目指します。そう、次に目指す目的地は4のつく駅目、四日市駅です。キハ75系も所属する機動車基地、名古屋車両を横目に進路を南に進んでいきます。名古屋駅でこの列車の指定券を買ったのは、お昼ご飯の駅弁を食べるためでした。購入したのは一手間かけた唐揚げ弁当930円、駅ホームの駅弁屋で購入しました。シンプルな唐揚げ弁当ですが、醤油ベースのタレに漬け込んで美味しい唐揚げの上に、付属の粉山椒やタルタルソースなどで味変ができちゃう、とっても贅沢な駅弁でした。美味しかったよ。列車は木曽川、長良川、海川と木曽三線を渡り、愛知県から三重県へと入っていきました。南線区間が多い関西線を電車に負けないハイスピードで駆け抜けていきます。この爆走ぶりがたまりません。四日市に近づくと石油コンビナートの大きな建物が車窓に見えてきます。三河宮駅からおよそ1時間半、三重県四日市市の四日市駅に到着です。これで4カ所目を制覇。四日市駅というと四日市市の中心駅と覚えがちですが、実はそうではないのです。四日市市の中心駅はここから 1.5 キロほど離れた近鉄四日市駅にあるのです。 JR の四日市駅は石油コンビナートからの貨物輸送を扱うため工場地帯付近に位置しているのです。また当駅からは津駅へ向かう伊勢鉄道が発着し、快速三重号や特急南紀号も同線を経由していきます。これにて4カ所目も無事に制覇。次は五のつく駅名を目指していきます。四日市駅からは特急南紀号に乗車してさらに南を進んでいくことにします。
ほどの名古屋駅で特急券を購入したのは特急南紀号にここから乗車するためです。あまり時間がなかったんでね。ということで13時37分発特急南紀5号紀伊勝浦駅に乗車していきます。2両編成の紀賀8号系かわいい特急です。さすがに特急列車ということもあり、自由席ですが快適な乗り心地を誇っています。特急南紀号は伊勢鉄道線を進み、田園地帯の中を高脚な線路を爆走していきます。伊勢鉄道線を走り抜けると日本一短い駅名で三重県の県庁所在地津駅に到着します。津駅を出ると JR 紀勢線へと入り、三重県内を南へ南へと横断していきます。四日市駅から伊勢鉄道線経由で40分、近鉄線と並走して松阪駅に到着しました。この駅では代表している普通列車がいるため、そちらに乗り換えて目的地を目指していきます。ということで松阪からは普通列車鳥羽行きで目的地を目指していきます。一体このつく駅名はどこにあるんでしょうかね。車内は地方のローカル線に最近流行るのオールロングシート、短距離移動にはもってこいなのですが、長い路線が多い JR 東海の路線ではちょっと不釣り合いのような気がするのは気のせいでしょうか。滝駅では紀勢線と三宮線が分岐、この列車は三宮線へと入っていきます。名古屋駅の快速三重号と一致があった後、入れ替わるようにして三宮線へと入っていきます。伊勢神宮の最寄り駅伊勢市駅に到着です。伊勢神宮下宮へは JR 側の改札が最寄りとなっています。松阪駅から普通列車で40分ほど乗車して、ようやく5ヶ所目の目的地に到着です。
ということで、この着く駅名は三重県伊勢市にある伊勢津ヶ丘駅です。読み方は難しいですが、ちゃんと漢数字の5が入っています。伊勢津ヶ丘駅は到着する列車が1時間に1本程度で、単式一面一線ホームと地方ローカル線の雰囲気が漂っています。そのため日中の快速三重号は速度を出して全力で通過をしていきます。ちょっと歩いて、近くのローソンでちょっと物資調達に行きます。ちょっと携帯の電池もなくなってきたんで、ここでちょっとこの先時間があまり取れないんで、ここで買います。モバイルバッテリー充電忘れちゃった。やもんでちょっと急速充電のできるやつをちょっと買いました。追加で買って、一応今日はなんとか持たせられそうです。あともう10分ほどなんで、駅の方戻って列車乗ります。踏切見えてきた。今37分だから4分前、もう全然余裕で帰ってこれました。じゃあ今度は6のつく駅行きたいと思います。もうすぐ近くにねあるんで、貸し列車で。駅の周辺にこれといった特徴はなかったのでサクッと紹介になりますが、普通列車滝行きで伊勢津ヶ丘駅を後にします。伊勢市内を流れる清流宮川を渡っていきます。三宮線の鉄橋は明治から続く鉄道遺産的な存在となっています。滝駅から神山駅普通に乗り換えました。こちらは車掌さんが乗務し、車内を巡回しています。無人駅も多いため、各駅ごとに切符販売や回収に追われて大変そうです。松阪駅の手前からは近鉄線が並走し、快速三重号などがスピード競争を繰り広げています。伊勢から大阪を目指して走るシリーズ21と呼ばれる車両が並走してきました。
ちらは2両編成、片や向こうは6両編成。両者は圧倒的に近鉄の方が優位となっています。そして列車は近鉄線にボロ負けをしながら松阪駅に到着。ここでは17分ほどの停車時間があります。時間があるので JR 線では名勝線でしか見られないキハ11型300番台を見にやってきました。車内はロングシートとボックスシートを併用したセミクロスタイプの座席でトイレ付きの単車両です。名勝線は松阪と伊勢奥津を結ぶ線ですが、運行の数は1日8本のみの超ローカル線です。しかし台風災害を幾度も乗り越え、沿線に愛される路線であるため JR も特に力を入れているようです。うちもいつかまた乗ってみたいな。この停車時間の間に名古屋駅快速三重号に道を譲り、先発させてから発車となります。17分もの停車時間を経て松阪駅をようやく発車。次に停車するのは六軒駅です。あ、もう分かっちゃいましたよね。次の目的地はここ六軒駅です。ということで、五ヶ丘駅から普通列車2本乗り継いでやってきたのは松阪市にある六軒駅です。ここもローカル線の無人駅です。周辺を見回してみると田園地帯の中に建物がポツポツと点在するローカル線ならではの雰囲気ですね。駅の構造は行き違いが可能な相対式2面2線のホームとなっています。反対ホームへと渡る五線橋を渡っていると、いい景色がそこには広がっていました。どうでしょうか、太陽に照らされて田んぼの光が美しく見えます。五線橋から反対側の景色を見てみます。こちらもローカル線らしい美しい風景が見えますね。どこまでも続いていきそうな長い線路が伸びていっています。はい、これから六軒駅終わりまして、1から6までの、数字の付け駅を巡り終えました。で、時間がちょっと5時過ぎなので、もう今日はこれくらいでちょっと切り上げまして、もうこれから名古屋に帰ろうと思います。ただこっからね、ちょっと純粋に上りの方へ向かうとなるとちょっと時間かかってしまうので、一回松阪の方まで
出まして U ターンしましてから快速三重号で帰りたいと思います。じゃあ一旦松坂の方へ行きたいと思います。ちょうど列車来ました。松坂駅から快速三重号で名古屋へ戻るため一旦伊勢市方面へと戻っていきます。17、19月の伊勢市行きで隣松坂を目指します。松坂駅へと戻りまして、名古屋へ向かう快速三重号の指定券を無事に確保できました。そして松坂17時26分発の快速三重号で名古屋へと戻っていきます。松坂駅から快速三重号で名古屋へと戻っていきます。ゆったり座れて快適に帰ることができそうです。同じ松坂駅を発車した近鉄特急が見えてきました。この先名古屋までは大半の区間が同じルートを走っています。先ほども言っていた通り、中央は近鉄の方にやや分があり、近鉄特急の方が乗客はどうも多いようですね。ですが、伊賀7号系が大好きな小市民にとっては、これに乗りたいがために JR に乗っているのです。夕焼け空が映る景色の中を、快速三重号は軽快に走行していきます。いやー、綺麗ですね。全開の爆走を楽しみつつ、1時間20分ほどで終着名古屋駅に到着です。 JR 在来線のホームでは最も西側にある12、13番線に列車は到着です。ということで名古屋駅到着でございます。1から6の数字まで、数字をつく駅をぐるっと回っていったわけなんで、順番にぐるっと回っていったわけなんですけども、まあ、今日はまあ 夜になったということで、まあ、ちょっと今日はこの辺にして、次回はですね、まあ、7から順番にまた巡っていこうと思います。じゃあ今回はねこの辺で終わりにしまして、まあ、後日の映像に切り替えたいと思います。では次は7からお届けします。ということで皆さんおはようございます。ということで数字駅巡りの旅2日目、名古屋駅から移動を再開いたします。本日は7のつく駅名ですが、皆さんどこにあるか分かりますか？まずは5時 P、8時29分発の新快速浜松駅に乗車するようです。まず乗車したのは東海道線の新快速。これで東の方へと進んでいくようですね。果たしてどの駅まで行くことになるのか、皆さんもこの移動中に推理してみてくださいね。
名古屋駅を出た直後、最新鋭新幹線 L700SK と遭遇しました。今回の工程がいい方向に向いてくれる気がしますね。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この列車は新快速浜松行きです。移動中の車内で工程の再確認をするこじぴ。この先での準備など済ませつつ徐々に進んでいきます。ここまで入電するわけというのは、今日の工程は比較的長距離移動が続くためです。本当にどこまで行くんでしょうかね。列車はどんどんと東へ進んでいきます。ご乗車ありがとうございました。まもなく豊橋です。5番線につきバス出口は右側です。どうぞ手を離してお待ちください。新幹線、新潟線、名鉄線、豊橋鉄道が乗り換えます。新幹線上り静岡東京方面12番線下り京都新大阪方面13番線です。新潟線普通列車豊川行き9時38分1番線から特急稲地1号飯田行き10時8分4番線からです。この列車は豊橋を出ますと二川、新潮から和志津の順に終点浜松まで各駅に止まります。はい、豊橋駅着きました。ここから飯田線に乗り換えます。飯田線でひたすら北を目指していきたいと思います。豊橋駅での乗り換え待ちの間に豊橋駅の辰具麺屋さん坪屋さんで朝ごはんをいただきます。坪屋さんは駅弁を買って食べたことは何度もあれど、立ち食い麺屋さんによるのは何気に初めてなんですよね。そして豊橋駅からは飯田線を走る特急稲地号で進路を北に向けて進んでいきます。特急稲地号を担当する373系電車です。静岡県内ではおなじみの特急型車両です。車内は特急型車両らしいリクライニング席を備えており、快適に移動することができます。さらに車端部にはグループ旅行などに最適なテーブル付きのボックスタイプの指定席も備えられています。そして各座席には背もたれカバーの部分に切符を入れるポケットなども備えられています。これにより車掌さんによる切符確認時に切符を財布から取り出す必要もなく、非常に便利です。ということで10時8分発特急稲地1号で豊橋を出発、飯田線の旅が始まります。飯田線を走る車両の検査を担当する豊橋運輸局を横目に豊橋駅を発車しました。飯田線は山間部の秘境を走る路線として非常に長い超ローカル線となっています。飯田線は愛知、静岡、長野の山間部を縦断する形で建設された路線です。山間部を走行するため急カーブが連続し、平均速度は特急といえどもかなり低くなっています。
しかしそんな飯田線にも魅力あふれる場所はたくさんあるんです。例えばこちらは大概渡らない通称渡らずの鉄橋。周辺に道路や建物などがない秘境駅の代表格小和田駅など、山間部ならではの魅力にあふれた飯田線です。さまざまな秘境スポットを満喫しながら2時間40分ほど乗車して終着の飯田駅にやってきました。今回目指す目的地はまだまだこの先ですので、この駅で別の列車へと乗り換えることになります。この先の区間には特急列車が走っていないので、必然的に普通列車へと乗り換えになります。ということで13時4分発の普通列車茅野駅に乗ってさらに北を進んでいきます。やってきたのは飯田線でしか乗ることのできない213系、転換クルシートで2ドア車両の贅沢な車両です。飯田駅から先は山深い区間はかなり少なくなってきますが、田園地帯が多くあり住宅地はそれほど多くはありません。そして飯田駅から約50分、名古屋からは5時間半と長い道のりをかけてようやく目的地に到着しました。ということでようやくたどり着いたのは長野県入島町にある七久保駅です。ここまで5時間半の長い道のりでした。駅員のいない無人駅ですが、駅のすぐ横にはお蕎麦のお店があり、蕎麦打ち体験もできるようです。さすが長野ですね。時刻表も見てみると運転間隔はバラバラ、時間によっては1時間半以上空くとこもあるようです。乗ってきた列車は行き違いのため数分停車。しかしこの日は対向列車が遅れているようでした。予定では1時間以上後の列車で戻る予定でしたが、撮影もサクッと終えてしまったので、遅れている対向列車で帰ることにします。そして10分以上遅れてようやく対向の列車が到着。13時59分発天竜峡行きで戻ることにします。5時間以上かけた道のりで訪れた無人駅を滞在時間10分ほどで離脱していきます。お蕎麦食べたかったな。まさかの予定列車が遅れてまして、1本早い電車に乗れちゃいました。これで多分1時間以上は飯田に早く戻れます。なので、まあ、飯田までちょっと予定を変更して早めに帰りたいと思います。
車両の中に忘れ物ないようにお持ちください。先ほども乗り換えで下車した飯田駅へ、ここから先はまた特急にでも乗っていくのでしょうかと思っていたら、今日はイベント開催のため豊橋行きの臨時快速列車が走るようです。停車駅も特急とほぼ変わらないくらいしか止まりませんし、これにでも乗っていくのでしょうか。いや、ちょっと待った。はい、飯田駅に帰ってきました。で、ここからね、また飯田線で戻ってもいいんですけども、実はここから名古屋に向かう高速バスも結構な数ありまして、正直言うと飯田線で豊橋とかの回るよりも高速バス使ってた方が早いの でちょっともうね、移動でだいぶ疲れちゃったんで、今日はもう帰りはちょっと変化をつけようってことで、高速バスで名古屋に帰りたいと思います。まあ切符もね、すでに購入しましたんで、あとはバスの時間までゆっくり待とうかと思っております。それじゃあバスの時間までタイムワープ。さすがに5時間半かけた道のりを戻るのは辛いと判断したコジピー。そこでショートカットで利用できる名古屋行きの高速バスで名古屋へと帰ることにします。こっちの方が正直快適なんですよね。豊橋周りで大迂回をする飯田線に対し、高速バスは山間部を貫く中央高速道経由となっています。飯田線と比べて半分以下の2時間ほどで名古屋駅にたどり着くので非常に便利です。本数も多いですしね。飯田駅から名古屋駅までの高速バスの旅、鉄道とは全く関係がないですが、ちょっとだけお楽しみください。
名古屋へ帰ってきました。今回はですね、七久保駅ということで7のつく駅を回ってきました。もう今日はね、時間も夕方なので今日はこれにて終了となります。また8から10までの数字はですね、また後日撮影していこうと思いますので、お楽しみに。それでは今回はこれで終了。お疲れ様でした。はい、というわけで皆さんおはようございます。JR 東海の数字のつく駅名巡り、3日目の朝でございます。では早速ね、本日最初の8のつく駅名を目指して電車に乗っていきたいと思います。では行っていきましょう。ということで、コジピー、3日目の1番列車は関西本線に乗車するようです。普通列車六日市行きに乗車していきます。9時10分発の四日市行き、これに乗車して次の目的地へと向かっていきます。ということで、やってきたのは名古屋市中川区にある八田駅です。ここは皆さんお分かりでしたかね。名古屋駅から関西線でわずか4分、一つ隣の駅、八田駅にやってきました。名古屋駅の一つ隣の駅ということもあり、名古屋の街中という雰囲気がガンガンしていますね。八田駅は JR 関西線のほか、近鉄、地下鉄が接続する少し大きな駅です。さらに2022年3月のダイヤ改正からは関西線の区間快速も停車するようになり、非常に便利になりましたね。そんな名古屋の街中にも関数字のつく駅名というのが存在するんですね。ということで、残るはあと2つ。続いては9のつく駅名を目指していきましょう。撮影日はダイヤ改正前のため普通列車に乗るしかありません。ということで、9時44分発の四日市行きでさらに先を進んでいきます。再び関西線乗車して南へと進んでいきます。木曽、長良、海側を渡り、愛知県から三重県へと入っていきます。以前にもやってきた四日市駅で今度は乗り換えです。亀山行きの列車でさらに南へと目指していきます。乗車
亀山駅でひたすら進むこと約30分、終点の亀山駅までやってきました。亀山駅から乗り換えられる JR 東海路線は紀勢線のみのため、この先は紀勢線へと乗り換えていきます。乗車した鳥羽行きの車内はワンマン運転の2両編成ですが、座席が埋まるほどの混雑ぶりでした。列車は三重の県庁所在地津駅へ再びやってきました。漢字も一文字、ひらがなでも一文字。さらに列車は進み、松阪駅に到着。ここで別の列車に乗り換えるため下車をしていきます。乗り換え待ち時間を利用してお昼ご飯を購入します。松阪駅と聞いて向かった先は、松阪駅ではおなじみの駅弁屋さん荒武さんにて名物駅弁大太郎弁当を購入しました。美味しそうですよね。牛肉の名産地松阪ならではの牛肉たっぷりの豪華な駅弁です。さらにこの牛の顔が特徴のお弁当箱、食べる前に蓋を開けてみると、蓋を開けると同様ふるさとのメロディーが流れる面白い駅弁を味わったところで移動再開です。続いて乗車するのは13時3分発の鳥羽駅普通。この列車で滝を目指します。上ローカル線の名勝線を走る機械11型に見送られ、松阪を立てていきます。運賃表の中に次の目的地があるんですが、皆さんどこか分かりますか？そして鳥羽駅列車は松阪の2つ隣、三宮線との分岐駅滝駅に到着しました。この駅で紀勢線へと入っていく向かいの列車へと乗り換えていきます。はい、紀勢線の乗り換え滝駅に到着です。ここから紀勢線の今鳥羽駅に乗ってきたんですけど、ここから新宮行きに乗り換えていきます。ここからなんと片道2時間半超えの大移動です。で、来たのはロングシートのキハ25、頑張って耐えます。では乗り換えていきましょう。先ほどまで乗ってきた鳥羽駅が先に発車、道を譲ってから新宮駅が続いて発車していきます。
滝駅で接続していた13時22分発の新宮行きで紀勢線をさらに南へと進んでいきます。滝駅を出てしばらくすると三宮線と分岐していきます。紀勢線はさらに山深いエリアへと進んでいきます。自動車版飯田線とも言うべき山間部を進んでいく紀勢線、目的地までは長い長い。前日の飯田線突入から続く長距離航路に疲労困憊の 5GP、 車内ではほぼ爆睡でした。途中の小さな無人駅で名古屋へ向かう特急南紀号と行き違います。特急といえどもローカル線らしい2両という短い編成であっという間に通過していきます。さらに特急も停車する尾鷲駅では下りの特急南紀号にも追い抜かれていきました。こちらも2両編成。尾鷲駅を出るとこれまでの山間部から一転して尾鷲山や熊野灘などの絶景が広がります。海沿いを走る光景がこれまでの疲れを癒してくれたような感じを受けた気がします。そして海沿いの景色が見えてきたらいよいよ目的地の駅に到着です。名古屋から途中下車を挟みつつここまで約8時間、ようやく長い道のりを走り切りました。ということでやってきたのは三重県尾鷲市にある久喜駅。湘南新宿ラインや上野東京ラインには乗り換えできない山間部の無人駅です。ということで名古屋から8時間かけてたどり着いたのは山に囲まれた小さな無人駅でした。車自体も ローカル線ならでは時間の感覚がバラッバラです。最終が22時52分ですね、両方とも。また駅前からはコミュニティバスが走っており、列車到着に合わせて1日4往復の路線が2つ走っています。集落は久喜駅からはやや離れており、駅の周りには民家はあまりありません。駅のそばを二級河川高井道川が流れており、河口は癒やし市海外の久喜湾へとつながっています。またここからは30分ほど歩いた先にある西ヶ丘公園では熊野灘などを一望することができます。久喜駅の開業は1957年で、その当時からの駅舎が現役で使用されています。40分ほど滞在をして上り列車で木戸へと着いていきます。ここから再び長い道のりが続きます。しかも先ほどの飯田線のようなショートカットは通用しません。ということで16時44分発の亀山行きに乗車、木戸へと着いていきます。飯田線の七久保駅ほどではないですが、長距離移動をしてすぐトンボ帰り、こんな旅ならではですね。途中の無人駅で行き違いをしているうちにもう辺りはすっかり真っ暗になってしまいました。
亀山行きなので滝駅でも乗り換えせずに久喜駅から2時間40分ほど乗車し続けました。ようやく津駅まで戻ってきましたが、コチピーどうやらここで降りるようですよ。このまま普通列車を亀山駅まで乗って乗り換えつつ名古屋に帰ってもいいのですが、実は50分後に津駅を発車する快速三重号に乗り換えた方が名古屋には先に到着するのです。ということでこの時間待ちの間に津駅で夕ご飯をいただこうと思います。今回の夕ご飯は津駅改札そばにある吉野家のチーズ牛丼とサラダセットです。ここでの乗り換えなどの際に何度も利用した津駅の吉野家、非常に助かってます。そして津駅で50分ほど待ち合わせの後、20時14分発の快速三重号で名古屋へと駆け抜けていきます。初日に乗った快速三重号と同様に今回も指定席を抑えて快適な帰路を満喫します。近鉄・三岐鉄道が合流する桑名駅で先行する普通列車を追い抜いていきます。あの普通列車は先ほど亀山乗り継ぎルートの亀山以降の列車で桑名駅までは先着します。津駅からおよそ1時間ほどで21時12分に名古屋駅に到着しました。長かった8から9への旅が終わり、本日の行程はこれにて終了となりました。はい、ということで、21時12分、無事に名古屋駅に戻ってまいりました。八のつく駅、関西線の八田、そして九のつく駅、紀勢線の久喜駅回って、残すは10のつく駅だけとなりました。今日はもう時間的にタイムリミットなので、明日、10のつく駅最後を迎えまして、最後締めたいと思います。では、数字の駅巡りの旅最終日への映像へと移りたいと思います。はい、皆さんおはようございます。今日は、数字をめぐる、数字のついた駅名をめぐる旅最終日の朝でございます。これまで1から9まで、関数字のついた駅名をめぐってまいりましたが、今日がいよいよ最後10番目の10のつく駅名を探す日でございます。いやー、ここまで本当長かったんで、ようやくこれで終わりだと思うとちょっと大変だったなという気がしますけども、まだまだ大変な旅が今日もありますんで、では早速向かいましょう。ということで4日目最初にやってきたホームは中央線、入線してきた快速列車に乗って移動するようですよ。なんとやってきたのは今年3月のダイヤ改正で大垣車両区に転属した313系1700番台。もう見られない光景ですよ。211系3両編成との6両編成を組んでいますが、中央線での6両編成も同じく消滅しています。旅の最終日に偶然にも乗り納めという形になってしまいましたね。そして名古屋駅を発車する列車、
今回はどこまで向かうのでしょうか。町内側、矢田川の鉄橋を渡って名古屋の市街地を離れ、中央線を東へ進んでいきます。上高寺、五穀渓といった山間部の駅を過ぎると町内川沿いの美しい渓谷が見られます。名古屋からおよそ1時間15分、11時40分に終点中津川駅に到着しました。目的地はさらにこの先にあるため、別の列車へと乗り換えとなります。中津川駅で乗り換え待ちのため、外に出てみると何やら賑やかな音が聞こえてきます。どうやらこの日は周辺で祭事が行われているようで、中津川駅周辺には多くの人を見かけました。しかしじっくりと祭事を見る余裕まではないので、お昼も近かったためコンビニでお昼ご飯を調達しました。ホームに戻るとすでに乗り換えの列車が停車中でした。これに乗り換えて目的地の駅を目指していきます。12時ちょうど、普通列車松本駅に乗車して中津川駅を出発していきます。中津川駅を出るとしばらくの間は木曽川沿いの山間部を走行していきます。この先は景色のいい区間が連続していきますが、列車本数は平均2時間に1本という少なさ。また無人駅も多いため、ワンマン列車では先頭の車両に乗っておいた方が賢明です。いくつものトンネル抜け、だんだんと民家も減ってくると、岐阜県から長野県へと入っていきます。木曽川の川色が山へと進むためにきれいな青緑色へと変わっていきます。そしてさらにトンネル抜け、いつの間にか周辺が雪化粧をしているではありませんか。どうやらこの日の撮影は少し前に積もった雪はまだ残っている状態でした。そんな雪が残る山間部を列車は右へ左へとカーブを曲がりながら進んでいきます。そしてしばらく進んだ先にある無人駅で下車。ここが今回の旅で最後の目的地です。名古屋駅からおよそ2時間で到着しました。さて、目的の10のつく駅名とは、こちら10のつく駅名、長野県南木曽町にある十二金駅です。森土の上に建てられたログハウスのような特徴的な駅舎を持つ十二金駅。名古屋へ帰るための次の列車は2時間後。それまで周辺をちょっと散策しましょうか。十二金駅から数キロ先には柿曽根渓谷と呼ばれる場所がありまして、木曽川の支流柿曽根川による美しい景色を見ることができます。こちらが木曽川の支流柿曽根川。晴れた日には川底まで見えるような綺麗な川色をしています。柿曽根川に架かる橋を渡って柿曽根渓谷の方へ少し散歩していきたいと思います。実はこのすぐ近くに鉄道ファンなら思わず気になってしまうような施設があるのです。十二金駅から池
できるほど歩いた先に鉄道の高架らしきものが見えていますね。もしかして今建設中のリニア中央新幹線の建設予定地？実はこれ、木曽川上流にある読み書きダムからの水を送る書き添え水路橋と呼ばれる施設。渚駅付近にある読み書き発電所とともに2007年に近代化産業遺産にも指定されているほどの施設です。書き添え水路橋で引き返しまして、12カネ駅へ戻る途中、特急列車が来そうだったので、ここの辺りから撮影をしてみることにしました。特急列車が来るまでの数分の間、書き添え川と山間の風景を堪能していきましょう。晴れていたので、川からの光の反射もなかなかいいアクセントになっている気がしますね。そして特急信濃号が12カネ駅付近を通過、木曽路の視線の中で駆け抜ける姿を収めました。撮影を終えて12カネ駅へと戻ってきました。帰りの列車を待ちつつ、ホームでお昼ご飯にしましょう。中津川駅のコンビニで購入したものを食べようと思います。お昼ご飯を済ませて、特急信濃号をもう一本撮影します。迫力のある真正面から今度はお届けします。これで無事に1から10までの数字のついた駅巡りを完走したわけですけども、最後にもう1箇所だけ行きたい場所があるので、最後はそこに行って終わりにしたいと思います。ではもうそろそろ列車が来ると思うので乗っていきます。山間部の田舎を中津川に向けて軽快に走行していきます。そして40分ほど来た道を戻って中津川駅に到着、接続する名古屋駅の快速列車に乗り換えて戻ろうと思います。中津川駅でこのまま接続列車に乗り換えても良かったんですが、気になるとこを発見したので見送って立ち寄ろうと思います。それが先ほど列車を降りた1番線ホームにひっそりと見える根の上そばという駅そば屋さん。
中津川駅の改札内、外、どちらからも利用できる変わった形の駅そばのお店です。十二金駅で食べたおにぎりがまだ足りなかったので、ここでさらに補給をしてから乗り換えようと思います。駅そばを食べ終えてホームに戻ってくると、先ほど乗ってきた列車が流地線へと改装されるところでした。お蕎麦を食べていたら接続列車は出発していたので、一本後の列車で最後の目的地へと向かいます。そして先ほどの回送列車は駅の横にある流地線へと移動していくようです。そしてそれと入れ替わるように別の編成が流地線から出てきました。先ほど乗ってきた普通列車と同じタイプの313系1300台を3つつなげた6両編成でしたね。どうやら乗り予定の快速列車はこの編成で来るのかもしれませんね。反対側2番線には中津川止めの快速列車が到着。これと入れ替わり、先ほどの編成が充当されるようです。211系を先頭にした8両編成で長距離を走り切り、流地線で一旦昼休みをするようですね。お疲れ様。同じタイミングで313系先頭の6両編成も1番線ホームに入線してきました。これに乗って本当に最後の目的地へ向かいます。一体どこへ向かうのでしょうか。
列車名古屋行きです。この列車は6両編成です。はい、というわけで12カネ駅から中央本線を南下して千種駅にやってきました。ここまで東海道線の尾張一宮、二川、三河宮、関西線の四日市、三宮線の五十ヶ丘、紀勢線の六軒、飯田線の七久保、関西線の八田、紀勢線の久喜、そして中央線の十二金といって、最後にどうしても行きたかった駅は、千のつく駅、中央線の千種駅でございました。ということで、大変遅くなってしまいましたが、チャンネル登録者1000人達成、ありがとうございます。これもひとえに動画を見てくださるすべての方のおかげだと思っております。今後も素敵な動画、面白い動画をたくさん上げていこうと思いますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、長らくお届けしてきた数値エクメグリの旅もこれにて終了でございます。もしよかったら高評価とチャンネル登録、そして SNS のシェアもよろしくお願いします。ここまでのお相手はコチピでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。